まだそんなに言えないけど、なんかこう、今後、イベンジャーズ入る選手でさ、まだ発表されてないけど、その選手、右ウィング希望だったの、左利きで。だけど、なんかその、見た、この試合のやつで、サイドバック使われてて、あれ、希望ポジションと違うよな、みたいな、市場とか見てて。で、瞬間的にいいプレー出たから、あれ？これ、いい選手かもなと思って、センターバックやってもらって、うまいな。で、何より、敵がボール持ってる時とかに、こう、準備の首振りとか動きすごいできてんな、みたいな。で、整体もできてんな、みたいな。で、今度、右側のセンターバックやってもらったりとか、左足使いにくい状況とかやったりとかしていいから、やっぱうまい選手ってちゃんと、このサッカーがうまいから、そのポジション用の動きできんだな、みたいな。ってすごい思いましたね。で、終わったと聞いたら、ディフェンスやったことないっつって、マジでっつって。その子を後ろに使うために取りましたけどね。もしかしたらその子が全然だったらもう僕のせいですけど。それで、なんか、今後そのリベンジャーズ入団するにあたって、どの選手を見てくればいいですかみたいな。パウ・トーレスっていう話して。そしたらその選手、あ、ボールゆっくり運ぶの大事ですよねって言ってきて、え、俺のチャンネル見てるって言ったら、いや、いつも見てますって。話早いねっつって。そう、別にレンじゃないですよね。なんでその初対面みたいな。なんだこいつはみたいな。全部のね、記憶なくした人に、視聴者だったから、ね、話早かったというか、今ももしかしたら見てくれてるかもしれない。それで、入団する選手に、どういう試合見るっていう、普段何の試合見てるって言ったら、シティとかアーセナルですみたいな、なんかお手本みたいな回答するからさ。貫いた自分束の間のキングより。